スピンタイヤーズマットランナーを今日やっていきます。今日は、DLC のアメリカンワイルドっていうものをやっていこうと思います。このゲーム、ソ連の車、ソ連時代の車っていうのがメインで、国もおそらくソ連だろうと思われるマップをやってたんですけれど、今回の DLC でアメリカが追加されました。それをやっていこうかなと思います。でですね、実はさっき撮ってたんですけど、マイクがミュートで30分ほど進んだところで切れてですね、すごい切ない思いをするっていうのがあったんで、今からしっかりですねマイクをチェックしてやっていこうと思います。で、このゲームっていうのはマップがいくつかっていうのがそれあって、星のマークは難易度ですね。これやっていくマップになるんですけれども、シングルプレイヤーっていうのと、チャレンジっていう特定条件下で何々しろみたいなルールと、チュートリアルとマルチプレイヤーっていうのがあります。マルチプレイヤーは結構賑わっていて、このゲームなんで対人戦でもないんで、ピング値は200前後だったらギリギリ遊べますね。ぜひやってほしいですね。自分の買ったやつはアメリカ北米版を買っているんですけれども、今年に入って大泉アミュージョさんが日本語版を出してくれたんで、ぜひ購入を検討してもらいたいですね。で、今回はアメリカのマップをやっていきます。で、この車の横についてる星マークっていうのはこれコストですね。持っていける車に限りがあるんで、その範囲内で持っていきましょうと。で、さっきちょっと試してみたんですけど、ガレージキットを積める、ガレージキットっていうのはそのガレージを解禁させるための設備ですね、を積んでいくんですけれども、そのガレージに持っていくためのガレージキットっていうのが、この車とこの車とじゃ持っていけなくて、で、この車ってそのデイメージ帯向きませんよみたいな感じなんですよね。なんでですね、ちょっと申し訳ないんですけど、トラックの初期のやつに関してはですね、ロシア製を導入します。燃費のいいこれかでいきます。青かな、こっちがいいかな。この辺とかはもう見た分かる人だったら分かると思うんですけど、これミサイル積むやつですね。これこれはあれですね、戦車とかを運ぶ、これミサイル積むやつですね。ワイルドでしょっていうゲームですよ、これ。これを乗ってる時はマジで楽しいですね。今回持っていけるけど、ガレージ詰めたっけな。いや、今回初期のこれでいこうかな。ハマーとかもあったんですけど、これ超乗りづらかったんで、初期のやつでいきます。はい、じゃあハードコアでスタート。で、ハードコアと、カジュアルの難易度があるんですけど、大きく分けて、3つぐらいかな。ダメージの量が違う、燃料の消費量が違う、あとマップ上にこうやってチェックをつけれるんですけど、このチェックした時に実際のゲーム画面で赤いこの線が表示されるかされないか、あとは3つじゃないな、もっとあるな。車をガレージに一気に転送できるっていうね。ここでもう進めなくなっちゃった、スタックしたら戻せっつって、ここのガレージまで戻せます。あとは夜を飛ばすっていうのもありましたね。夜飛ばすのは結構ね有効で、夜は本当に見づらくなるんでね。で、このゲームは木を A から B に運ぶっていうゲームです。で、木っていうのはDLC 前だと木材所があって、木材所に車乗り付けてクレーンで乗せて、でランバー見る、ここですね、木材置く場所
に持っていくっていうゲーム性だったんですけど、今回の DLC では、まあ1個前の DLC もそうでしたけど、木が散らばってる、でそれを拾ってきなさいというルールも一応追加されてますね。これはマップによって違います。で、この黒くなってるのがウォッチポイントっていうところまで到達しないと解禁されないですね。で、この鍵マークが車です。ここに車が置いてあるんで、この車を自分の車で乗り付けていくと解禁されて乗れますと。マップ上のコストに限りがあるんで、そのコスト以上の車を乗りたい場合は、この車、鍵付きの車をこう解禁して乗りましょうっていう形になりますね。で、鍵付きじゃない、自分の選択しない車というのは実はここにもあって、これですね。これに関しては、ローダーと言われる、車がスタックした時用の運ぶやつですね。お助け要素として用意されてます。で、このブロックポイントっていうのが、木材を運んでなければ素通りできますよっていう、このゲーム独特の仕組みですね。で、今回、ランバーミルが同じ場所に設置されていて、かつ、8個ずつと。4往復しなきゃいけないかな、1人でやったらこれ。で、工程としては3工程あって、まずはウォッチポイントを解禁する工程っていうのと、このガレージっていうのが1個だけじゃないですね。ここ、自分の初期の場所以外にも、多分運搬するルートとかで使いやすいガレージっていうのが1個用意されてて、そのガレージを解禁するっていうのが2工程目。で、3工程目が実際にクレーンじゃないや、木材を運んでいくという工程になりますね。で、ウォッチポイントとかガレージっていうのは慣れてくると、もう工程を省くというか、もうそもそもやらずに強行するなんてこともできるんですけど、今回は初見のマップなんで、ちゃんとやっていこうと思います。で、ウォッチポイントを解禁するついでに、車を乗り付けて、この鍵付きの車っていうのを解禁していくというふうにやる形で進めようかな。で、今日は、ウォッチポイント解禁ぐらいまでいけたらいいかな。で、車っていうのはアタッチメントがまあつけれるんですけれども、まあ、車両によって燃料を運んで給油する用とか、木を運ぶ用、まあ、クレーン付きですね、クレーンつけて木を運ぶカートとかをつけたりするとか、あとは修理用のユーティリティツールですね、これをつけたりとかっていうふうに役割分けて、何台も車使って、まあ、運搬していくことになります。で、今回初期なん、最初の工程なんで、ガレージキット。これが多分4ポイントかな。4ポイントガレージポイントって書いてあるんですけど、4ポイントあれば OK だったんで、これと、これプラスこれにするか、もしくはこっちにするか。多分こっちの方がやりやすいですね。これつけるには、位置が必要になってくるんで、つけますと。さらにこれでってのもできるんですけどね。4ポイントさっきあれば解禁できたんで、大丈夫ですね。4ポイントで OK ですね。なんで、そんなに積む必要ないですね。あんまり重くすると、泥でスタックしやすくなるんでね。これがクレーンサポートなんで、クレーンをつけるときに必須なやつですね。これはファイヤールーフなんで、これは燃料タンクを積むときに必要になってくるやつか。なんでこれだけでいいかな。エンジンは開始せずに。これが車がスタックしたとき用のやつですね。アメリカ仕様に変わってますね。どんな運転感なのか。よし。これはなんだ？バンパーなんで、ダメージがちょっと入りづらいとか、ライト。お、なんかライトすげえ良さそう、これ。いや、ほんと夜が見づらい。全部積もう。よし。で、このゲーム、カメラの視点が変えられないので、なかなか見づらかったりしますね。一応、主観視点のモードはあるんですけれども、まず、ミラーが映らんですね。
もう主観視点なのに後ろが見えないっていう致命的じゃないかっていうね、もう完全に雰囲気でつけましたみたいな感じですね。主観視点どうやるんだっけな、あった、これだ。はい、ミラー真っ黒です。こっちもほら見えないんですよこれもうね、主観視点モードの方が絶対やりやすいだろうっていうところもあるんですけどね、意味をなしてないですね。で、オールウィールスっていうふうに書いてあるやつ、これがあの2区4区って切り替えるやつですね。今これ後輪の駆動形式ですね、後輪2輪の駆動形式なんですけど、これを×ボタンを押すと前輪駆動に切り替えます、まあ、今回のこの車は4輪しかないんで4駆ですけど、さっきのミサイル運搬用のやつとかはタイヤ8個とかあったんでね、あれが全部駆動します。その分ね、燃料食うのがね激しくなっちゃうんで、まあ、必要のないところではっていうのは現実世界と同じですけど、消耗度は違いますね。必要ないところではまあ4区は使わない、まあ、タイヤの消耗度も違うというのは現実世界にはあるとは思います。で、その四駆の切り替えの上にデフロックって書いてあると思うんですけど、これがタイヤの駆動を全部一定にするっていう機能ですね。まあ、四駆前提になってくるんですけど、四駆じゃない、いや前輪駆動が前提になってくるんですけど、前輪駆動時に例えば片方のタイヤが空転してますっていう状態、接地面積がないとか DNA 状態で摩擦がないとかっていう時に、他の3輪へタイヤを正しく力を伝えるために使いますね。空転しちゃうとそこで力のロスが発生するんで、片方浮いちゃってる状態とかっていうのはデフロックを使って走れば普段通れない場所も通れるようになったりします。で、今多分1個目のウォッチポイントがあそこにあるんで、ここを目指していきます。で、こういう岩場のデコボコしたところでデフロックを使うとダメージを食らいますね。まあ、舗装された道路もダメージ食らっちゃいますね。でちょっと見てみると、さっき黒かった部分がはっきりと見えるようになってきます。でここにフューエルステーションがあるっていうのが今わかるようになりましたね。こういうルートで行こうかな。ピッピッピッと。で、今オートマで走ってます。マニュアルに切り替えるのは R スティックの押し込みですね。まあ、どういうケースで使うかというと、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり。泥の場所とかで走るときは、やっぱり一速ではっきりトルクからのタイヤに力を伝えるっていうことが重要になってくるので、シフトチェンジで一速に切る。よく入っちゃう。で、スピードが出たら一速以外、まあ、これはもう簡略されてるんですけどに切り替えて走ると、まあ、この辺はもう舗装された道路で操作がめんどくさいんでオートマがいいですね。で、フューエルステーションに到着しました。ここで完全に停止すると燃料の補給が開始されます。で、車についてるタンクは自動的に停止すると入るんですけど、この車についてるさっきつけたアタッチメントですね、上についたこのポリタンクとかには自動的に入ることがないんで、自分でフューエルアップ、これで燃料入れましょう。地面が若干濡れるっていうね。で、ルーフトランク、
ルーフトランクにも燃料入れると。ここで切り替えですね。ルーフトランクとリペアサポ、読めない、はい、日本語英語不自由なんで、よいしょ。でトラック解禁、おお、やった、アメリカの車っすね。これは後で乗ってみよう。結構トラックの種類によって操作感変わってきますね。ウォーターオーバーで、ああ、ここは一応前輪駆動に切り替えて帰るとか。これね、運転してる人見えるんですよ。おお、アメリカの人に変わってる。アメリカ人に変わってますね。この人なんですけど、あの、放置すると寝ます。一回寝落ちしたことが、一回どころじゃないですけど寝落ちしたことがあって、起きてみたらこの人も一緒になって眠ってるって言って爆笑しましたね。で、例年自体はまあ、車乗ってる人だったら分かると思うんですけど、ジグザグ走行が基本ですね。これはまあ雪の道とかと大体同じで、舗装されてない完全な道路ではある程度車体を揺すった方が走れます。まあ、これはあくまでも舗装されてない道路での話なんで。あ、やばい、落ちた。あー、痛い。されてない道路の話なので、舗装された道路でジグザグはやめてください。フォードがある。アメ車っすね。よし、この車がダメになってもなんとかなりそうだかな。そうするとどうやって行くんだろう。とりあえずこの道を使っていけます。まあ、舗装されてない道路はもう基本的に前輪駆動じゃないとまあ共に走れないですね。で、まあ、道路を見る、道路じゃない路面を見ると分かるんですけど、黒くなってる場所がやっぱり近くなってますね。あんま黒くないところを走りましょうとか言ってると、この道を踏み外して落ちたりなんてしちゃったんで、気をつけた方がいいですね。わー、ダメに入ってる。岩がある。あ、バグが切ってる。待って。バグが切ってるぞ。ハードコアモードでは、ダメージが与えられると、走行にも影響を及ぼすっていう。難易度が追加されてるんで、カジュアルとはちょっと違います。カジュアルはダメージがマックスになるまでは健全な状態で走れますね。もうちょっと落ち込んじゃう。ちなみにさっきホイール使ったんで、ホイールじゃない、タイヤを使ったんで、このタイヤがなくなってますね、横後ろに。あそこか。思ったよりも、嘘、あそこなの。あ、違うね、あれ木だよな。危ねえ危ねえ、騙された。騙されたか、勘違いでしたけど。よいしょ。で、小石がね、マジでダメージは出てきますね。気づかないところにあってバキーンなんて速度を出して踏むといきなりダメージ300くらってストールするなんてこと。路面はしっかり見ていきましょう。ああ、あ、後ろあった、そこか。やばい、これはちょっと間違えたな。やばい、こんなとこで方向転換してると泥が余計にやばくなる。
ゲームのウィンチはね、もう最強ですね。ちなみに木も最強ですね。車が乗っても折れなかったりします。だとブレーキボタンでバックまで行けちゃうんですけど、マニュアルだとバックするときはちゃんとリターン R まで R を入れないとバックできないです。パーキング止めて、次は、あ、ここにも入ってんだ。ここもブロックポイントですね。さっきこっちにブロックポイントがあったんですけど、こっちもこっちもダメってことは、ここで取ったものをこのぐるっと多分こっち周回していかないといけないか、川渡るか、川渡るか、絶対深いぞ。近くまで行ってないと川の深さがこういう風に表示されるんですけど、この辺かな。ちょっとまあその辺は次の時に探しながらやっていきましょう。どうすかな、ぐるーっと回るか一回戻るか。戻った方が良さそうだな、ここ遅いし。いや戻ると多分普段ここの木を取るルートで使う時に、いや、やっちゃいそうな気がするな。まあいいか、とりあえず先進みながら行くか。チェックチェック。うん、こんな感じで。この石がね、この石がね、ダメージを食らわしてくる。があるんで走るのが楽ですね。いやー、ここトラックで通るのはまずそうだな。今この車そんなに重くないんでサクサク走れてますけど、トラックだとちょっとね厳しいかもしれない。うわー、検問されてる。まあ一応検問を抜けるラルートみたいなのもあるんですけどね、クレーンで木を上から通して置いて通行した上でもう一回回収するっていう、あれは100キロ出してようが200キロ出してようが検問は突破できないんでね。あ、先にこっち行っちゃってもよかったな。まあいいか、下見だ下見。なるほど、水が入ってるな。これは
ところは結構ぬかるんでるんで、あんまり身の入らないようにうまいこと調整しながら走るとスムーズにしますね。このゲーム結構しっかりしてて、1回通った場所やっぱその分ぬかるんですよ。2回3回で同じ場所をやっぱ同じように踏んでいくとぬかるみがこう強さを増していって、最終的には突破できないみたいなことにもなっちゃうんでね、あんまりミスってガタ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 同じ場所で切り返しまくってるともうそこ通れなくなっちゃいますね。ポイントが近づいてきてます。120m、肉眼で見えるかな。どの辺だろう。こっちから渡っていくのがいいのかな。道路進めていきますか。また橋があるぞ。橋渡り切ってからなのかな。これ高さ制限あったりするのかな。見えない。道悪いけどここのルート行くか、まあ、このまま一回この辺を目指して、でここランバー見る、でここって感じかな。一つにこの主観視点モードでクリアせよみたいなのがあってね、地獄でしたね。もう少しカメラを引きたいんですよねこれ。しかもねライトの光量もね、なんでこんなになんでこんなに光量悪い低いのか、 LED つけてくれとはいろいろ思いますけど、前はソ連だからとかって勝手に解釈しましたけど、アメリカでもこうですからね。
時のためのデフロップですね。こういった命令自体はデフロップが重宝します。でアクセルもやっぱり踏みっぱじゃなくてちゃんと調整しないとちゃんと地面に対して噛んでくれないですね、タイヤが。アクセルをちゃんと踏むところなのか加減するところなのかは、まあ、慣れですけどやっていって覚えていく感じですね。まあ、カジュアルだともう踏みっぱでクリアできますね。なるべく地面に対してタイヤをちゃんと噛ませていかないとダメですね。とか日本でもこういう道ありますけどこんなぬかるんじゃないですからね。こんだけ乾いてたらこんなぬかるむこともねえだろうって思うんですけど、ゲームなんでそこは割り切ってるしかないですね。QL ステーションこのランバーミルだった。雰囲気がやっぱ違うなぁ。アメリカの DLC なだけあってちゃんとアメリカっぽくなってますね。解禁。おー、いいっすね。これはでかいな。しかも初期でちゃんと積むような感じになってるのか。あとで乗り付けとか。舗装された道路に出ましたね。街灯もある。おお、なんかいいっすね。これはあれですね、アメリカのどこら辺なんですかね。あのウルヴァリンの映画で前の時代っていうんですかね。金属を体に入れられる前の時代に隠れてたところが、しかも木材切り出すとこだったんで、そういうところなんですかね。 OK、 ここも解禁できましたね。今度は燃料タンクのトラックですね。これもこのまま使っちゃうか、燃料タンクは。燃料タンク付き。ここのフォードがどういう風に使っていこうかなって感じですかね。まずはじゃあ、あ、そうだ、終わってねえや、ここ。ガレージ行って。いや、このゲームそれでオートセーブですね。で、シングルでプレイしてたものをマルチに持ってくってことができないんで、あとマルチだったらマルチ用でやんなきゃいけないですね。しかもマルチの場合セーブできないんで、もうやったら最後までクリアしなきゃいけないですね。まあ、もしくは途中で諦めてもいいのを覚悟でやるか。マルチはそれとみんなやりたいことが結構まばらで、もやりたいことって言っても木運ぶしかないんですけど、なかなか息が合わないですね。みんな好き勝手やってどっかでスタックしていなくなるとかしょっちゅうなんで。でトロフィーの一つにダメージ回復するとか燃料入れろとかがあるせいで、それをやりたいがためにマルチに来る人が、あー、反対行っちゃったな、見てる。猛突進して自分のとこの車に突撃してくるとかたまにありますね。
は、PS4 のコミュニティに入って、そこで一緒にやろうって言って声かけてくれちゃいました。ボイチャしてくれない人が多くて、結局メッセージをやり取りしながらだったんで、ボイチャしながらこのゲーム楽しむってことはできなかったです。ちょっとウィンチもダメか。何があるんだ前。丸太倒れた木があるのか。進めなそうだな。過ぎて前が見えないぞ。つけたチェックのだけである。どこだマジで。この辺にありそうなんだけど、ね、夜だとマジ見えねえぞ。あそこだ。目の前にあったな。よし、これで、これでウォッチポイントは解禁ですね。この車も用済みですね。なんでここに放置して、今日はこの辺にしましょうかね。次はこのトラックでガレージまで運んでいきます。ではまたよろしくお願いします。